骸っていうかね、まだ残骸って決まったわけじゃないんですけどね、ここについていたやつが今ねここにあります。でこれなんで外したかっていうとね、まあ、オートメーター動かないんで、これオートメーター自体に原因があるのかね、わかんないんですよね。なんで、はい、こういうね、かわいい、めっちゃめちゃちっちゃいね、こんな感じ。まあ、とりあえず確認用のねタコメーターを取り付けましたね。なんで今からねタコメーターが動くのか、ね、やってみたいと思います。世紀の瞬間お願いします。動きません。あ、動いた、動いたもん。配線一緒やぞ。もう一回切ってみて。これねタイムラグがあるんかな。何やろ、全然動くん。うん、こいつがあかんだけん。あかんだけん。今1300ぐらい400ぐらい。ちょっと一回煽ってみてもらえます。普通に動いてる。なんやろね、タイムラグ。もう一回いっぺん切ってみて。AFK に悪いやん、こいつに。こだわる、めんどくせえな、ターボやっぱ。水分のあんまよくやらしないで。そうなんや、まあ、とりあえず確認できましたね。あの配線はね、このメーターもオートメーターも同じなんで、まあ、原因は、まあ、こいつロシア式や。このままヤフオクに流す。アカウント特定して質問してやる。なるほど。ってことはね、オートメーターだけ新品に変えれば解決ということです。いやーね、結構ねタコメーター長かったですね。ね、結構時間かかった。よっしょとね、はい、こんな感じで Z やってます、ね、で次はね、とりあえずまだ板金なんですけど、溶接機がないんで板金が今ねできないっていう状態。ただね、切り欠きして合わせたりするのはできるんで、まあ、それはね今からちょっとお見せしようというふうに思います。でサイレンサーなんですけどね、こんな感じで、まあ、今ねインナーサイレンサーカポってはめてある状態です。でこれね、多分アクセル思いっきり煽っちゃうと外れるんですけど、まあ、このアイドリングぐらいならね、めちゃめちゃいいサイレント効果発揮してますよ。はい、こういう感じで Z、ね、めっちゃ静か。間違いなく通るやろ。ああ、マジでね、ボンネットから漏れてくるメカノイズの方が大きいぐらい、ね、こんな感じで Z やってますよ。おお、なかなか。こっちはまだやってる。今今日何もお前がこんかったらこれ切り込みに行こうかなと思ってんけど、うん、来るっつったとか、狂ったでいかんかったで。なるほどね。こんな感じ。いい感じやん。ここまではいいやんな。ここまではいいやんな。溶接してどんだけ歪み歪みが来るかやな、これで。だってここしか溶接せんで、とりあえず。で これ溶接して、こっち溶接したら ここんだけ溶接するだけでもかなりベゴベゴになるやろな。これがどれぐらいになるんかやな。もう時間かけて溶接するしかないわ。いいね、ちょっとずつ熱、粗熱取って、粗熱取ってか、うん、
はい、で、これや。向かった決まって。なるほどね。うん。この腐り方でカットしたのが分かるだろう。うん。いい感じやもん。裏見るとひっと笑えるやろうな、これ。これやもんな。で、こっち買ってん、こっちまだ作業としてんけど。うん。あ、なるほど。これを見ると、もうここも全部取りたくなるやろ。いや、なる。やっぱノックスドールとかずっとくしかねえやろな。うん。まあ、手が入るところはな、ハケが入るところはできるけど。毛が入らんところはもうケミカルやな。ここはハンダがいいと思う。何遍も言うけど。そうかな。それでこれを見ると、このまだこれ細かいのが、いや分かるよ。いっぱい詰まってたんで。うん、分かるよ。でここアゴがスポッステンバンつけてて、そしたらステンバンのスポットでやった、寄せてスポットみたいに止めてたんやけど、うんうん、これがくっついててなかなか外れんわ。なるほどね。意外とこれが難しいんや。きれいに曲げてるまで。やるね。匠がこれ見たら、おう、ほんでいいんでねんかって言うやろな。素人板金なんやんで、しゃあねえやん。いい感じや。思ったよりもいい感じ。まあ、あとは溶接してどんだけ歪むかやな。あ、もっと。ああ、もっと。ちゃうわ、こうか。こうやった。はい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 。で、ここに。ステンバンが貼り付けた。真ん中の大穴のとこにね、うん、ステンバンはあかん、本当にな、あれは。この R はどうやって出したの？ん？この R、この R？ うん、あ、つかみで。あ、これでか。うん、なるほど。要はここ一辺90度で曲げて、あ、角つけてから、うん、つかみでくにゅっと。なるほどね。で、このこのサイズが、これがなかなかめんどくさい。欲しいとこでタガネ当てればいいんやって、曲げる、うん、そうするときっかけができるんや。なるほどね。いい感じやが、進んでるな。俺の軽トラもな、やらなあかんねえけど、板金。これはせんな。ということでね、タコメーター、ね、オートメーターの不良ってことで終了です。まあ良かったですよね。配線は合ってたし、ね、まあ、オートメーターが普通に単純に壊れてただけっていうことでした。で、さっきのね、メーター、まあ、新品らしいですけど、台湾製ね、これです。はい、メイドイン台湾の、まあ、こいつね。これですよね。先輩、これいくら？3000ぐらい。ヤフーショッピングとかで、うん、ヤフーショッピングでね、3000いくらぐらい、まあ、確認用なんでね、まあ、ただね、あの光具合とかも、まあ、悪くないなと思うんで、ね、もらってこいつにつけようかななんて。はい。
もうすでにもらいました。やったね。やはい、こんな感じね。こいつタコメーターないんですよね。ないんでこいつをねつけようと思います、ね、じゃん、かわいい。セッパーザース、説明書も全部、あ、ステーもついてる、ステーも全部ついてるで。おお、なんならステッカーまでついてるわ。ステッカーいらん、ステッカーいらんけど、おお、全部ついてる。やったね、センスよくつけるわ。どこにつけようかな。お尻向けるねってなっちゃう。痛い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 。